久保さん、久保さん、昨日、あの熟成さんのこの事務所に泊まりましたよ。昨日ね、接待していただきまして、めちゃくちゃ料亭みたいな、隠れ家みたいなところで飯食ったんですけどいや、マジで感動してましたね。めちゃうまかった、すげえ。ビビるぐらいうまくて、すごいな、みたいな。あんま僕、飯に興味ないんですけど、ちょっとね、びっくりするぐらいうまかったですね。で今回、接待ですね。 そうまああのやってみないと分かんないみたいあるじゃないですか、まあ、食ってみないと分かんないみたいね、まあ、僕はほんとにあの吉牛とかな,あのなんだろうなツ屋とかなんかまあそういうそのパパって食えるところでほとんど食うんですよ、まあ、あとラーメン屋とかね丸亀製麺とか安いし早く出てくるしうんでももう食うまいからまあまあううまあ別にうまいんですようまいんだけど まあ分かるわけですよ。吉シギとか食ったことあるんで。でも食ったことがないものって食ってみないと分かんないですよね。そう。しかも,もこんなちっちゃいの出てくるんですよね。こ何がうまいんだみたいなね。食ってみないと分かんないですけど。やってみないと分かんないし、食ってみないと分かんないっていう。だから食ってみればいいし、やってみればいいしって話で。うん。まあそれは昨日接待を受けてすげえ感じましたね。あ、これうまいなっていう。食って分かったことが分かりますね。わし、あのー 久保さんもやってみて分かったことがあると思いますし、ネットビジネスやってみて分かったことですね。でもこれやらなかったらみんな分からないままでしょうね。僕も18年ぐらいやってきて分かったことがありますから、でもそれはやってきたから分かったことであって、やってなかったら分かってないですよね。うん。だからね、僕一番あんま嫌いな言葉としては、食わず嫌いってあんま好きじゃないですよ。食ってないのに嫌いって何なのかなって思うんですね。食わず嫌いってあるじゃないですか。 まあもちろん、その、ゲテノ料理とか、さすがにそれ食わなくてもいいよねってものは別に、まさ置いといて、別に食う必要ないやんみたいなねなその。なんかあるじゃないですか。いろんな、の世の中でゲテノ料理というか、ゲ、ま、テ、あ、ではないかわかんないですけど、なんかありますよね。芸人さんがよく食べてる。別に食わなくてもいいんじゃないかなっていうのは、まあ、置いといて。例えば、ピーマンとかね。ピーマンもまあ食わなくていいっちゃ食わなくていいのかもわかんないですけど、 まあ一般的な、ね、その食材ですよね昔からある食材でその中であの食わず嫌いっていうのはとりあえず食ってみればいいんじゃないかなと思うしねうんうやらないとね分かんないですからね食わないと分かんないしうんうまああと鹿児島もそうですけど鹿児島に来たからこそわかることもあるしうーん だから人生っていうのは全部食ってみるやってみるっていうところまああとはそのね例えば赤ちゃんで言うならば歩いてみるとかね食べてみる飲んでみるっていうね多分赤ちゃん一番最初やることってなんか食べることじゃないですか飲むことおっぱい飲むこと飲んでみるっていうねまあ飲みたいから飲むっていうのもあるかもしれないですけどね なんかやってみるとかなんか食べてみるっていうそ,のそれから全ては始まってるんじゃないかなと思いますね。生まれてみるとかねとりあえず出てみるみたいなねはい <laughs> ってらっしゃい。